こんにちは、MB サポートの管理人です。10月2日から14日まで、東武百貨店、池袋店、8階催事場で開催されている、相棒店プレミアム3に行ってきました。入場料は、1000円だったと思います。これに関しては、この動画をアップロードした YouTube の概要に、私のホームページへのリンクを掲載しているので、そちらをご覧ください。今回のビデオは、相棒店で購入した、グッズを紹介します。ホームページには、匿名係の室内セットと、これらのグッズの写真を掲載しています。それでは、劇中に登場する、杉下右京さんのティーカップを開梱します。杉下右京さんのティーカップは、全部で3種類ありました。私が購入したのは、緑のティーカップです。ブランドは、なるみです。価格は、税抜き7811円でした。ボーンチャイナとは、磁器の種類の一つで、18世紀頃に、ロンドンで発明されました。警視庁特命係警部の杉下右京のデスクにある、チェスの駒をモチーフにしたデザインです。ドラマ、相棒をすべて見ていますが、それほど詳しいわけではありません。ただ、主人公の杉下右京が、和製シャーロック・ホームズと呼ばれているので、ホームズファンの私としては、無視することができないドラマです。なるみと相棒のダブルネームです。実は、私の購買欲を刺激したのは、相棒のロゴが入っているからです。でも、見えるところに相棒と書かれていたら、きっと購入しなかったでしょう。ここにも、ロゴがあります。いいね。私の好きな、シーズン12、第13話、右京さんの友達に、このカップ派登場します。相棒オリジナル紅茶、シーズン12、アールグレイ&ローズのティーパック、1234円。メーカーは、ルピシアです。こちらは、相棒オリジナル紅茶、シーズン11、アールグレイワインフレーバー、ティーバッグです。デンメアティーハウスの、相棒オリジナルフルーツティー、50g、1650円。こちらはリーフになります。私が普段飲んでいるのは、ルピシアのクッキー、50g 670円なので、結構無理しています。バター風味たっぷりの生地に、アールグレイの茶葉をトッピングした、相棒紅茶リーフパイ、1296円。ショップで見つけて笑ってしまったのが、相棒、首席監察官、大河内春樹の秘密、596円です。もちろん、中身は、ドラマで語られた、あれです。続きまして、相棒、特命係、木札クッキー、864円です。中はこんな感じです。歴代特命係の木札クッキーが、2組入っています。相棒、オレンジ風味の紅茶フェナンシェ、1080円。中身は、相棒のロゴが一切ありません。わらわら。でも、美味しいです。相棒、ラング、ド、シャ、ダージリン、1080円。中は、こんな感じです。袋に相棒のロゴがあります。以上、相棒10プレミアム3で購入した、グッズの紹介でした。